こんにちは。こんにちは。今日はですね、司会が、特別で来てくれてますので、はい、司会。はい。こんにちは。名前は？ミオです。はい、じゃあ司会してください。はい。名前なんですか？松本千里です。どこ出身ですか？神奈川県川崎市出身です。川崎？川崎です。これいた川崎。川崎出身です。どこどこどこ？川崎の高津区と宮前区の県境です。県境じゃない、境目です。あ、本当？はい。俺あそこにいたの、新丸子って分かる？分かります、分かります、分かります。幸い区？違う。あー、でも多分そうだよね。その辺、中原区、中原区、中原区だ。中原区。うわー、いや、めっちゃ偶然。超テンション上がった。つか俺司会じゃないんだけど、ごめんね、入っちゃって。あ、いいよ、どうぞ。はい、はい、じゃあ、中の町のおすすめは何ですか？川崎はその中原区とか川崎区はすっごい工場がたくさんあって栄えてるんですけど、私が住んでるところは住宅地です。だから何もないんですけど、最近2年前ぐらいに藤子 F 不二雄ミュージアムが近所にできました。なんですごい観光客がいます。そこ行ったことありますか？ないです。ないの？ないのにおすすめ？いや、なんか一応なんか人がたくさんいるから、なんかまあ面白いのかなっていう。そこ以外におすすめありますか？川崎は特にないですけど、川崎大使とかあるかもしれないですけど、まあ行ったことないんで分かんないですけど、なんか神奈川県はいろんなものがあります。なんか横浜の中華街も川崎、神奈川県だし、小田原も箱根も湘南も、なんかその辺の有名なとこ意外と神奈川県じゃん。何？俺ふーんって聞いてたけどさ。何その曖昧な感じ。川崎県じゃんみたいな。神奈川県にいろいろありますっていう、なんかすごい東京へアクセスめっちゃいいけど、ロマンスカーで行けば箱根にも行けるし、海もあるし、小田原とかもあるし、東京にも行けるし、そう、そういう感じ。ちょっと待って、テープチェンジね、とりあえず。はい。